それでは今回は、この文献に関して自然言語処理換気研究室の福島が紹介します。でまず概要です。現在 の、 その語義曖昧性解消のシステムでは、出現頻度の高い語義っていうのは、結構まあ、精度よく判別することができるんですけども、まあ、出現頻度の低い語義ではあまりその良い性能が得られないということが分かっています。その原因としては訓練データとテストデータ内の、まあ、語義の出現頻度の偏りが、まあ、原因とされています。でそれで この研究では、システムの性能に影響する特性が何かというのを、調査しました。で訓練データのバランスを取ることで、まあ、システムが改善することを、この研究で確認しました。でまずイントロダクションです。WSE において、まあ強者ありの機械学習を用いたシステムは良い性能を発揮しています。しかし、まあそのトレーニングデータの量が、まあ、その多ければ多いほど、まあ、性能が改善するのではないかというような問題があるんですけども、その別の側面として、語義の出現頻度も、そのシステムの性能に影響するのではないかっていうのが、あります。で、その評価なんですけども、WSE システムの評価において、まあ、その最近質の、まあ、語義のインスタンスでは、まあ、その精度が高く 80% くらい出てるんですけども、まあ、LFS のインスタンス、まあ、出現頻度が低い語義のインスタンスではその精度が低いということが、まあ、分かっています。で、本研究ではその訓練データに関して4つの観点から精度への、まあ、影響を調査しています。で、4つの観点というのは、まあ、下の4つになるんですけども、まずボリュームということで、まあ、単純に訓練データを増やした時の影響です。 LFS というのは、まあ、その再品質しない語義のを訓練データに追加した時にどういう影響が出るかを調査します。で、このプロベナンスというのはその訓練データの注釈の付け方をに関する影響ということで、まあ自動で注釈をつけたか、手動で注釈をつけたかでどういう影響が出るのかを調査します。で、最後にバランシングなんですけども、先ほどの、語義の出現頻度が偏りか原因ということで、まあ、語義の出現分布をそのテストデータと訓練データで、似たように結構近いようになった時の、まあ、影響がどのように出るかっていうのを、まあ、調査しています。で、ここからは実験のに使った、まあ、データの紹介になります。まず訓練データなんですけども、訓練データには、セムコアと、プレストンワードネットグロスコーパス と、ワードネットウィキペディアとなります。上の2つについてはもう、既存のものなんですけども、下の1つは今回作ったということで、ワードネットとウィキペディアを使って、まあ、語義ごとに文を収集して意味を付与した自動で意味を付与したデータセットになっています。それで、まあ、そのさっきの、プロベナンスのところで、まあ、この手動と受動っていうのが、まあ、対比されます。で、次にその今回使用する、語義曖昧性解消のシステムとなっています。語義曖昧性解消のシステムを使うというのは今回、IMS というので It Make Sense という名前のものなんですけども、まあ、WSC システムのフレームワークとなっています。で、組成としては、周辺単語と、まあ、品種タグコロケーションを、使用していて、今回はこのシステムを、まあ、デフォルトの値で使っています。で、評価データです。評価データはその、セミバル2013タスク12のテストセットを使っています。で、テストインスタンスは1644個存在していて、まあ、そのうち、まあ、データセットに出現する語義のうち、まあ、その品質の語義は、1035個で、まあ、あまり出現しない語義は、まあ、609個となっています。で、実験設定です。訓練データはそのセムコーパスを使って GCU と WWW で拡張しているような状態になります。で、その訓練データを拡張する方法、つまりまあこの GCU と WWW を追加する方法として、まあ4つの手法を採用しています。次からその説明です。で、まずオールなんですけども、オールはそのまあ単純にデータを追加するということで、まあ品質しようがしなかろうがどっちも入れるということを行っています。LFS ではその、LFS のインターンスのみを加えるというような手法になっています。で、トップダウンとボトムアップです。これは、テストセットの語義の出現分布から訓練データに入れるデータにセットに入れるその、例の、事例の、まあ、を決定、事例の数を決定します。トップダウンではその、最も出現する語義の出現数、
トップボトムアップではその最も出現しにくい語義の出現数から、基準にして、他の語義の、例の数をと、まあ、比較してその、分布というか、まあ、数を相対的に決めていくっていうような、方法となっています。で、まあ、これをすることによってそのさっき言ったバランシングの、まあを擬似的に再現するというようなものになっています。で、テストデータに出現しない語義についてはその一定の事例数を、訓練データに入れるということをしています。今回は、1から5個、1か、5個のどちらかになっています。で、結果です。まずその上のものですけど、ベースとしては、SC コーパスを使っていて、そのエクスパンションに、まあ、何を使ったかが次に書かれています。で、テクニックはその先ほどの、まあ、追加する時の、まあ手法で、ここではアキュラシーで、まあ、精度で、その右の2つは、こっちは、その MFS の、アキュラシーについて、こっちは LFS のアキュラシーについてを書かれています。で、マイクロ AV は、この2つの平均となっています。で、このトレーニングスタッツってところの、このシャープは、データ量になって、トレーニングセットのデータ量となってまして、こっちはその、語義ごとの平均の、まあ、その量になっています。語ごとの量になっています。そして、このドム MFS っていうのはその、MFS のそのデータがその後の、まあ、他の語義の合計の、まあ、どのくらいの割を占めるかっていう、まあ、全てのうちその、一番品質するものがどのくらいの割を占めているかっていうのを、まあ、示しています。で、まずその、ボリュームとプロベナンスについて、やっていきます。で、ボリュームについて、まずボリュームについてなんですけども、こことここを見ていただくと分かるんですけども、その SC だけっていうのに比べて、まあ、GC と WW を加えた場合は単純に、まあ、その精度が向上しているってことが分かります。まあ、こちら見ても分かるんですけども、22キロから60キロや、まあ、で、まあ、増量していることが分かるんで、まあ、単純にボリュームを追加することで、まあ、精度が良くなるってことが分かります。で、次にそのプロベナンスの方になるんですけども、ここの精度の3つの精度のうち、ただ単に GC と WW が一番その102キロということで、まあ、かなり量が多いんですけども、それでも、WW 単体を入れた方が、まあ、その精度が良くなっているということで、結構その入れるデータセット の種類というか、時代が結構関係しているってことを言及されています。で、その GC と WW の違いなんですけども、GC は結構その文章自体が前、結構昔の時代に書かれているもので、対して WW は結構新しい時代に作られているっていうことで、まあ、その時代作られた時代がまあ関係しているのではないかっていうふうな、まあ、考察がされています。で、次に、LFS についてなんですけれども、こことここを見ていただくと、まあ、分かるんですけども、その LFS だけを加えるっていうことをすると、まあ、アキュラシーのローフリークエンシーの、あのアキュラシーは、まあ、こちらを見ると分かるんですけど高くなっているというのは分かるんですけども、精度を全体的な精度を見てみると、まあ、65.60 から、まあ、下がったり上がったりのような感じになっていて、まあ、必ずしもその、ロー LFS を加えたからによからって、まあ、精度が上がるというわけではないということが、まあ、分かります。で、次にそのバランシングについてなんですけども、その訓練データと、まあ、そのまあ、テストデータで出現する、まあ、出現分布を合わせることによって、かなりそのアキュラシーが上がるということが、まあ、分かります。で、ここの1と5っていうのは先ほどの、 訓練データに出現しない語義の、まあ、例分数を、まあ、1か5にしているってことを示しているんですけども、1に比べてその5の時に精度が低くなるっていうのはその
LFS 制度も同じように、まあ、低い語義を入れると、まあ、入れたからといって、まあ、必ずしも上がるわけではなく下がる場合もあるということが、まあ、同じように起こっていて、まあ、精度が下がっているというふうになっています。で、コンクルージョンです。今回はその本研究ではその WSD における LFS の、まあ、語義の問題についてトレーニングデータの影響を調査しました。で、訓練データの量と、まあ、データの作り方によって、WSD のシステムの性能を改善できることが分かりました。で、テストデータと、まあ、訓練データで、合議の出現分布が違いほどいい性能を出したということで、まあ、テスト性能に合わせたモデルを構築することで、まあ、WSD の問題では、まあ、良い性能を出せる可能性があるということが、まあ、言われています。以上で発表を終わります。